有馬記念前頭診断、お久しぶりです。お久しぶりです。こういった形でね、動画に出るのが久しぶりなんですけども、はい、ちょっとね、有馬記念ということで僕らもちょっとたまにはね、はい、1年に1回なんだけどね、そのコーナーだけじゃなしに予想したいなってことをお願いしたんですけど、うん、まあ、ちょっと本編は厳しいといつもね、出してる動画にはねられたんで、はい、まあ、前頭診断くらいはね、はい、まあやらせてもらえればなというところで、まあそこでちょっと僕らの見解も含みながらね、はい、まあ一頭ずつ喋っていこうなと思います。はい、ではまず一頭目、まあ、一頭目からすごいですけど、まあ五十音順に行くんでね、はい、はい、お重長さんですね。お重長さんですね、まあ、今年のミス見どころの一つでありますけど、ね、まあ盛り上がってますね、だいぶね。どうですかね、まあでもオッズは落ち着くんですかね、10倍台ぐらいうん、まあでも5番人気でいくんじゃないですかね、単勝は。ああなるほど、とりあえず、はい、みんなそういうやっぱ夢が好きだからさ、まあ、僕も好きですけどね。どうですか、パッと。いや僕は買いませんよ。買わないですか。はい、やっぱ買わないですか。さすがにちょっとまだ早いでしょ。マジでめっちゃ強気ですよ、このオーナーさん。もうここを買ってたら300円台だったらもう海外しか使わないってことですよ。いや、ただまあね、もう逃げを打つって言うんだったら、うん、まあ、タケさんだしね。そうですね、去年買っ他がいけないっていう可能性はありますけど、はい、ゴールド3区っていうのはね、まあ、中山はね、買う方が良くねっていう話ですから、ただまあ買いたい人はどうぞっていう感じです、僕は。なるほどね、はい、僕は抑えぐらいに入れておこうかなと思いますよ。一応はい、了解ですか、ね、続きましては奇跡ですね。奇跡ね、はい、この秋のシーズンはとてもとてもお世話になったんですけどね。いや本当によく頑張ってるね。いや本当っすよ、ありがたいよね、こんだけ出てくれる馬がまだいるっていうのは。いやー、待ってると思ったんだけどね、この前はね。いやだからこれをね、そう、僕はすごく迷ってるんだけど、はい、その疲労動向で切るのは良くないのかなと。そんなら走ってみないと分かんないんだし、うん、4歳のこの時期って多分一番上乗ってるから、はいはいはい、うん、あんだけ走るんだったらもう一戦ぐらい全然走ってもおかしくないから。ただその中山2500でどうなのかなっていうところだと思う、俺は。あ、逃げが合うのかどうか。やっぱ府中の広いコースで伸び伸び逃げれたから、うん、あんだけね、その粘り込みも効いたかもしれないし、コースが変わってどうかなっていう、ただまあ、能力的にはもう1、2を争うですね、うん、とかだと思うから、ハマれば全然逆転の1着の目もあるかな、あるんじゃないかなと思いますけどね。全速プラス8で出てきて、うん、だからこれがまた増えたらだよね。いやもう買うね、買うしかないからね、そんなの。さらに川田さん逃げってことで、うん、いや秋の川田は本当にね、ディープダイバーですら5着になったからね。そう、うん、惜しかったね、あれは。やっぱ名乗れないですよ、彼は。はい、続きましてクリンチャーです。クリンチャーもね、うん、本性が出ましたけれども、強いんだけどね、すごく、まあ、もっと長い距離の方がいいのかなとも思いますけど。ああ、3000とかね。うん。そこら辺かってことですか。だから海外帰りがどう出るかでしょうね。そうっすね。まあ、良くないだろうとは思っちゃうんですけどね。やっぱり割引は必要ですよ。あんだけ負けて帰ってくるわけだから。まあ、あんまり。で、福永ジョッキーでしょ、今回は。初騎乗っすね。ね、藤岡ジョッキー乗せればよかったの。こういうなんか、そうだな、こいつ。いや、そう、でも穴狙うんだったら全然ありかなと思いますけどね。一応能力的には全然足りてる馬だとは思うから、全然状態が良ければ来てもおかしくない馬の一頭ではあると僕は思います。わかりました。僕もなんか、ちょっと印はついてました、ね、はい、続きまして、サウンズ・オブ・アース。サウンズ・オブ・アースは、まあさすがにちょっとね、対戦ですかね。そうなるのかね。そんな話を聞いた気がするんですけど、まあ、宇宙だったらね、今までの実績からしても一発あるかなと思ったけど、さすがにこの中山だとは、うん、厳しいでしょうね。去年7着ですね、でもね。いやだからしれっと来てんのよ、ちゃんと。人気以上にはね、来るですね、本当に。ただまあジャパンカップもね、走れなかったから、確かにね、うまくはいかないんじゃないですかね。
白鳥祐介さんこっちになってますね。ああ、そうなの、はい、まあちょっとさすがに厳しいでしょうと、はい、というところですね。続きまして、桜アンプルール。桜アンプルールは狙ってる人いるんじゃないですかね、これは。なんか毎回出ません？毎回新聞の一番飾ってる気がする。まあ去年もなんか結構ね、有馬で一発あるならみたいな、うん、秋天でも感じだったけど、ただまあ、あの中山記念を勝ってるんでね。ああ、なるほど。春先のペルシアンナイトが大出遅れをかました中山記念を桜アンプルール勝ってるんで、まあ、コース自体はね、はいはい、いいでしょうし、田辺ジョッキーの中山コースっていうのは魅力の一つではあるんじゃないでしょうかね。そうですね、田辺ファンの僕からするとあんま買いたくないです。あ、そうですか、ね、ただまあ全然しれっとね、2、3着来ても、うん、あの後ろからの田辺さんってさすがに厳しいですか、逃げのね田辺がいいでしょうけど、まあ全然悪くはないですよね、はい、このメンバー足りるかどうかはちょっと気にしても。じゃあ続きまして、これも注目の一頭なんでしょうかね、はい、はい、里のダイヤモンド。里のダイヤモンドですか。これも引退戦でございます。アブドゥラを乗せてくるというね、ちょっと摩訶不思議な作戦に出てるわけですけど、アブドゥラうまいっすよ。いやいや、まあそのさ、めちゃめちゃうまいっすよ。下手動向とかじゃなくて、うん、いやいや、なぜ引退エースにアブドゥラを乗せたっていうとこですよちょっとね、僕らが気になってるのは思い出としてはなんか変な残り方をしそうだなってなりますけど、ただまあ、着ね、夢枠ですよね、これも。はい、最後優秀の美を飾ってっていう、いやー、ドラマが一番あるんじゃないかな。だからもう引退に向けて、うん、ここ一本に絞ってたら怖いですよ。もうジャパンカップなんて見向きもしてなくて、まさかの叩きだった。実はここだけを狙ってアブドラをね、うん、チャーターして国費で呼んでいたら怖いですけどただやっぱちょっともう週末過ぎてるのかなと。なるほどね。厳しいんじゃないかなと僕は思いますけどね。だから GA は一番合うみたいなこと言ってますよね。まあ勝ってますからね、2年前。まあね、北さんブラックをさっき捉えてるんだから。そうっすよね。まあまあ金龍の里がね、佐野のブレスがいたとかありましたけど、ああ確かに。ただまあまあまあ、グランプリホースですから。まあ切れないかな。はい、続きまして、シュバルグラン。まあこのまま難しいでしょうね。どうこれ買うのかっていう、どうもう今の状態がどうなのかっていうところですよ。はい、能力的にはもうやっぱ抜けてますけど、そのまだ走れるのかっていうところがやっぱ皆さんの主者のポイントかなと思いますけど、うん、だからボーマン来るんでね。いや、そうっすよ。ギリギリ来れましたね。これ多分だけど、もう半年前に決まったよね、確か、シュバル。いや、そうっすね、そうっす。本当はここが引退で、うん、引退レース、ボーマン乗せて有馬で終わるっていう風になってたから、はい、まあ、やっぱここに向けてのね、仕上げはしてくると思いますし、やっぱ友道厩舎ね、はい、乗ってますよ、今。そうですわ、アドバイマーズで取ってますから、はい、2週連続というところでね。ただまあ年齢がやっぱネックな部分もありますけど、6歳はね、ちょっと、ちょっとまあ叩きのペースが1個遅れたんじゃないかと、いい風に捉えれば、あ、クリスチャンのね、ジャパンカップではちょっと了解しなかったけども、3走目で来るって思えば、そうですかね。やっぱライマジンの馬はね、なんだかんだやっぱ仕上げてくるからビブロスもちゃんと1着持ってきたんだからね。引退撤回多いんだよ。そうだね。続きまして、はい、スマートレイヤー。スマートレイヤー出れるんですよね。出る。とさっき東京大商店からあのこっちにね、うん、まあ、やっぱ島の方がいいとか、若駒の夢を積みに来たんですよ。そうですね、ちょっとハッピーグリーンが見たかったですよ、僕は正直ね。ただまあまあ実績はしょうがないけど、まあちょっと厳しいでしょうね。そうですね、特に言うことはないっす、はい、まあ、いい足は使ってきてはいたりするんですけど、はい、厳しいかなと思います。次ハッピーグリーンなんですけど、ハッピーグリーンですか。どうします。いや、書いてあげてくださいよ。ましょう、はい、登録したと思うね、やっぱ陣営はね、すごく楽しみにしてますから今記念。本当そうなんですよ、はい、ジャパンカップでね、7着に来るっていう、ハッピーグリーンまでがコースレコード更新。ああ、そうなんだ。でしたっけね。多分そんな気がするんですよ。すごいね。そう。うん。
化け物が前にいただけの話。そうだよね。そう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 。全然能力はあったんですけどね。今後に期待ですね。この距離がちょっと合ってるかどうか僕分かんないんですけど、もうちょっとなんかこう中距離、ね、戦線でやってくれたらまた楽しみが増えるかなと思います。はい。じゃあ、はい、パフォーマープロミス。パフォーマープロミスもね、やっぱ狙いたい人いそうだよね。決闘的に見てもなんか変えるんでしょ？いや、そうそうそう。あと同じ2500の、アメリカンジョッキーズなんとかなんとか AJCC ね、勝ってるんで、やっぱりね。アルゼンチンじゃないの？え、違いますよ。アルゼンチンだって東京だもん。あ、勝ってないわ。AJCC 去年だってミッキースワローじゃなかったっけ？あ、ごめんなさい、全然違うとこ見てた。なんでもないです。カットしてください。そんな技術ないんだよ。いや、別に。ただやっぱね、僕が評価してるのはやっぱオドムヒューで勝ったっていう。やめてあげて、やめてあげて、ウェスタールンドを沈めためオドムヒューでね、勝ったんですよ、このまま。やめてくださいよ。大したもんですよ、やっぱり。いや、そうですね、安城、まあまあ、これで勝って帰ったんだから、あいつも。確かに、確かに。いやそう、まあ、距離とかは合ってるんだろうね、やっぱり。はいはい。うん、だからそもそも実力が足りるかどうかっていうところですけど、まあ拾う人多いでしょうね、このまま。そうっすね。まああとクリスチャン乗るんですけど、さっきのシュバルの話じゃないですけど、まあ、なんかちょっとね、追い出しが遅いみたいな。なんか攻めないですよね、彼は。そうそう、無難に乗ってくるんだよね、割と。ワンテンポ遅れちゃうっていうのが、ワンタジーは勝ったけどっていうところで、まあ、馬もいいんで、ちょっと不安な要素ありますけど、まあ、僕は抑えると。はい、ここから行くかもしれない。あ、そうですか。はい、続きまして、ブラストワンピース。あー、ブラストワンピースな。はい、我らがダービーバーです。ナショグルダービーバーです。まあ僕はね、この馬でやられてますから、日本ダービーね。はい、ただなんかしれっと3歳馬が来そうな気もするんだけど、うん、あ、でもなんかダービーでね、違う、ダービーじゃねえわ、関西で連帯するような馬って多分どっかで勝ってるんですよ、クラシック。負けもん級のね。そう、エイシンフラッシュとか。ちょっと池添えも買えないでしょ、今。4着とかね。そんな大敗はしないと思うけど、食い込んでくるかって言われたらちょっと厳しい気がするけど、ただまあやっぱね、筋量有利だし、3歳絡んでますからね、今年また秋は。いや、そうなんですよ、3歳世代強いってね。ただこのメンツにかなうかどうかっていうところだと思いますけど、ちょっと僕はそんな高くないですね、評価は。なるほど。ちょっとな、前目ですけど欲しいっすね。あんま後ろから行かれると困るっす。続きまして、プラチナムバレット。プラチナムバレットは除外対象ですか？除外対象ですね。はい、除外対象です。除外対象でありながら登録したんだよね、ちゃんとね。そうですね。ハッピーグリーンは出れると思ったけどっていうのが出ちゃったんです。はい。まあじゃあ、ジェソンに行きたいということで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ベイビーステップです。同じくですね、これも。まさかの登録。ちゃんと書いてないという。一応ね、ベイビーステップ何言ってるかって見る人もいるかもしれない。いや、ないだろ。ベイビーステップ飛ばす人もいるかもしれない。そんなやついない。コメント欄にベイビーステップって書いてある。2分25秒とか。リンク貼ったら、まあまあまあ、いいとして、マカヒキ、マカヒキね。ああ、覚えてるかな、本当にね。マカヒキ誰の乗ったっけ。岩田です。岩田ジョッキー。インベターあるね、じゃあね。いや、怖いんだけど、ね。まあ、僕はもう全然、もう、僕の天皇賞は今日2秒で終わったんです。終わった、まあ、最速最強でした。スーパー横、単幅横跳び当たって、だとしたらもうちょい上に来いよっていう感じでしたけど、どうかな。これが最後の多分夢枠ですよね。はい、50、外のダイヤモンド、中引き、うん、そうなりますね、うん、ただまあ僕はその3頭は買わないのでいいです。はい、はい、まあ、ちょっと抑え気味。続きまして、はい、ミッキースワロー。ミッキースワローね、まあ僕は罠かなと思いますけどね。あ、こっちが、こっちがっていうか、これがすか。ミッキースワローはちょっと罠臭いなと思ってますけど。AJCC2 着なの、こっちでしたね。
あ、そうか、ダネが高かったんだね、あれね。そうです、うん、うん、まあ、ジャパンカップ最後いい足使ってましたよね。うん、上がゴジャックってなりましたね。うん、ただやっぱあれでね、里のダイヤモンドじゃなくて、あのスワーブ・リチャードとシュバル・グランがね、もう結構ヨレヨレで走ってた中で、うん、あそこに届かなかったっていうのは、うん、逆に限界があったのかなと。あー、ペースについてってなる。まあ、奇跡まではいかないにしても、あそこ割って入ってきたんだったら、うん、ここでも勝っていいかなと思うけど、短い直線になる中山コースで、そうっすね、うん、多分最高峰かでしょ、また、うん、去年のうちにね、天皇賞春から勝ったあのレインボーラインの、うん、発着とか、うん、後ろからっていうその辺かなと思うけど、一番こうジャパンカップ見て買えそうな馬ではあるけども、はい、僕は逆にあれがちょっと限界を見せた感じになるのかなと思いますけどね。中山代わりは良くないみたいな、押さえとロケット、なるほどね、まあ、それぐらいですね、次簡単だから、ロケットミキロケットはね、なぜ下ろしたって和田さんをなぜ下ろした、感情大になったんでしょうか、前はマーフィーです、あー、美味しいマーフィーにします、すぐ意味ただ、まあ、分かんなかったんじゃない、乗れるかどうか、あー、怪我でね、うん、ただやっぱね、内枠引いたら怖いと思うよ、ミッキーロケット、あんま人気じゃないでしょ、今多分しないですね、スワローよりそんなことない、まあ、万人気もそうなんですけど、言ってもね、グランプリホースですから、いや、そうですよ、宝塚買ってたんだから、ね、結構完勝でしたよね、もうワーザーだけでしたね、敵のね、うん、だからやっぱ、天皇賞とかも、うん、最後は来てるのよ、そうなんですよ、ミッキーのどっちも5着ですね、うん、ただやっぱり、あれもフットワークが引いてるから11番、うん、はい、あれがね、内枠だったらって考えたら全然来ててもおかしくなかったような、あ、レイデオだと 0.43 なんですね、うん、いい足使ってたからね、最後位について、ロスなく回ったら怖い一頭だとは僕は思いますね、ちょっと枠次第な部分はありますけど、天取り外人も大丈夫ですか、うん、まあそれはいいでしょう、まあまあまあ、あんまりね、はい、モズカッチャン、やっぱエリジョ買ってほしかったかな、俺は、あリス・グラッシュには負けてほしくなかった、まあ、前2頭と結構差ありましたからね、最後も、うん、ちょっと力足らずみたいな、ギリギリレッドジェノバを捉えての3着だったかな、あれは、デムーロ選手勝ってますから、うん、思い切ってね、来る可能性はありますけど、どうかなと思っちゃいますけど、ただ、2500どうかなっていう、伸びて、うん、2000とか、エリジョぐらいの、まあ、一応2200は走るんですよ、うん、距離が最適なような気はするけども、だから去年のミッキークイーンより強いのかどうかっていうところで、あ、はい、まあ、ミッキークイーンがまあね、騎乗動向はありましたけど、まあね、割と後ろの方で絡まなかったっていうことを考えて、はい、それよりでもどうなのっていう、うん、ところで考えると、まあ上にはいかないんじゃないかな、同じぐらいなような気がするけどね、ただやっぱ浜中とね、浜中ジョッキーとミルコ・デ・ムーロの差はありますけども、まあまあまあ、ちょっと厳しいのかなと思いますけどね、どうですかね、札幌記念みたいな乗り方されたら多分まずないと思います、うん、だから叩いてどうか、入り場叩いてね、入り場 G1 を叩く有馬記念に勝ってきてたら怖い、そうですね、うん、はい、リッチマン、リッチマンも除外対象ですか、いや、いや、出れます、あ、出れるんだ、あの、ステアズステックス勝った、ああ、そうなんだ、はい、なるほどね、あ、出れる、うん、一応除外対象馬の中には入ってない、ああ、そうなんですね、はい、まあ一応いらないですね、あの、ステアズステックス勝って馬が来ない、勝ったってこと、グミが来ない、疲労困憊ですよ、本当ですよ、3600円の財産されて、うん、アルバートいなくなるし客も減るし何の見どころもなかった、あ、言っちゃ悪いですよ、長々走らされて客もいねえし、やめ
ダルや、G2 だぞ。グレード2やろ。俺は好きなんだけどな、スタイヤの。好きですよ。クソ安いこのゲームでね。はい、最後です。はい。大本命な人が多いでしょうかね。レゼオロ。うん、です。はい。まあちょっとこれをね、外して買うのは良くないと思いますよ、僕。さすがにね。はいはい。うん、なんかその中山2500持つのかどうかみたいなところもありますけど、うん、やっぱりそのジャパンカップをねパスしたことによって、うんうん、元気ではあると思いますし、うん、結局最後ルメールでね終わるっていう、やっぱルメールじゃないか、うん、まあ、でもねこの馬ね怖いのがねルメール都合でこっちってますよね。まあまあそうだね。そうで、でもそれでやったのが、うん、グランアレグリア。まあ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 。あんま直近都合でレース変えるぐるな、あかんのちゃうかなと思って。ただでもあれも飛ばしじゃないから。確かにね。うん、それは頭鉄板かって言われたらね、ちょっと難しい。日本がついてたんで、軸にするならこの馬でしょっていう。まあね。人間もじゃないですか。2500あって。はい。資格らしい資格も見当たらないから。ですかね。これで19と全部いきましたか。はい、いきました。じゃあまずですね、はい、社長がですね現時点でのランクを打ってるんですよ。多分これ毎回言ってんのかな、検討診断の時に。わかんない、あんまり見てない、うん、あんまり僕たちは見てないんですけど、僕たち見てないですけど、まあ、A が、まあ、馬圏内は確実かなと、はい、っていうところから始まって、はい、ランク付け、まあ、あの競馬新聞のね、あエリートみたいな感じで多分してると思うんですけど、はい、こういう感じで出されてますというところで、これ補充調査 C なんですね。補充調査 C で、まあ、割となんかねこの辺を評価してるんですよね、うん、でもクリンチャーとか E ランクをつけられてますけど、まあてな感じで、はい、まあ一応最後にね現時点での僕らの買いたい馬というか、あ、わかりました、うん、はい、まあ、これが枠出たりとか、ね、調教の最後の情報出たりとかで変わるかもしれないですけど、まあ、現時点で買いたい馬ぐらいは発表してもね、差し支えない、いいんじゃないかなと思いますんで、はい、それを発表して終わろうかなと。いいですよ、田中君から。じゃあ僕はもうさっきもね言ってるんですけど、パフォーマープロデュースですね。まあ、やっぱステーボルドサンプル、まあ、おじいちゃんさんもね同じですけど、うん、まあ、やっぱねよく障害からのね二刀流っていうのはなかなか厳しいと思うんで、こっちの方を買いたいと思います。両方買いますけどね、結構攻めてますねこれは。そんなことない、多分結構穴道しそうですけどね。大したもんですよ。いやいやいや、プロミスってなんかお金の匂いがするそうな感じがするんじゃないかな。あとは多分なんかまたその何ですか、予想の本当の方の動画になんかもうちょっとコメント足して、そうですね、はい、はい、僕はシンプルにエイデオロからになるかなと結局は、はいはいはい、でシュバルグランが対抗で、はい、ただまあ枠とかを見て、はい、奇跡モズカッチャンミッキーロケットはいがその下に控えてる感じになるんですけど、はい、キットはね、ただもう8割型この2頭ですね。ワイド1点、ワイド1点の、はい、最後は大勝負して大勝負で8点でこうやってでけえ何も見えなくなるけど、うん、まあ、有馬記念ですからね最後。まあまあまあ奇跡も全然即切りはできないですし、うん、ちょっとモズカッチャンいいこと言えなかったんですよさっきの時に。いやそうなんですね、パッと思わなかったですね、うん、ただまあ3着ぐらい狙ってきてもおかしくないですし、ミッキーロケットも内枠引いたら全然あると思います僕は。はいはい、うん、というところでこんな感じですかね。あんまりね変なの来られてもって感じですかね。やっぱりね、うん、最後ですから、最後じゃないけど、まあまあまあ、花がある馬が来るんですよ。なるほどね、有馬記念中のは。わかりました。うん、ダイマスカーレットが勝った年は90何万馬券出てますよ。本当にね、クイーンズリングパターンはやめてほしいです。あれは去年の、いや、痛い記憶やめてくださいね、ああいうことするのは。スワフリチャード、スワフリチャード、
ポーク、クイック。まあ一個言い忘れましたけど、まあ、シュバルグランはやっぱ去年フリー受けてあれですから。そうでしたっけ？そうか。スワーブリッツがタックルしたんですよ最後。ああ、そうでした、そうでした。それはあってもギリ3着持ってきた、やっぱゴーマンとのコンビの相性の良さ。買っていきたいです僕は。いやもう、そうだな普通に本当に。まあ一番人気、うん、4番人気ですかこれ。そうですね。多分これ10倍いっちゃうの多分シュバル多分。いや、行くかな。割とね、1週間前の動きも良かったっすよ。あ、本当っすか。うん、だから 2.2 倍と 8.5 倍ぐらいかなと思ってますからね、僕は。なるほど。で、奇跡が4倍ぐらいで、3番人気なんだろうな、ブラスワンピースかな。あー、多少に、多少に。でしょ。うん、その下に5番人気でモズカッチャンがすごくって感じ。ダイヤモンド。ダイヤモンドは、さすがにみんな見切ってるでしょ、もう。いやわかんない。夢かの人、いるかもしれない。私の夢は。まあまあまあ最後にね、でかいレース勝って終わりたいですよ。やっぱダービーもジャパンカップも負けてますから僕は。あ、そっか。でかいレース勝ってないんですよ。まあ、天皇賞は勝ちましたけど。はいはいはい。そうですね。もう今年でね、でかい花火あげられるのは。いや、そうです。有馬記念だっていう。グランプリをね、勝って、ホープフルをね、眺めて、眺めて、東京大賞典を、眺めて箱根駅伝に向かうと。なるほどね、年明けましたねいう感じですけど、まあ多分、今週何曜日なの、木曜日にあの山本くんの方がね、最後 の予想動画と、まあ、僕らのコーナー含めね、はい、出すと思うので、そちらもぜひともご覧いただいてという感じで、はい、現時点での本命をね、皆さんどしどしとお送りくださいという感じですけども、はい、楽しかったですね、久しぶりに。やっぱりそうですね、こんだけ喋るとね、ベラ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 とね、お家で一人じゃないからねよかったっすでは、あと5日ですか、有馬記念まで。ワクワクが止まんないですね。動画が出るのは多分明日なんで、はい、あと4日になってるかと思いますけど、ぜひとも皆さん当ててね、最後楽しんで競馬終えましょうということで、はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。